鳴尾球場鳴尾球場は、兵庫県西宮市に1916年に開業した野球場で、阪神電気鉄道が所有していた。1917年から1923年の間、全国中東学校優勝野球大会の開催球場であった。もともと西宮市にあった高路園グラウンドが老朽化のため閉鎖され、それに代わるグラウンドを、 同市内のナルオ競馬場に設けることになり、1916年に阪神競馬クラブから経営権を移譲して、競馬用のトラックの内部に陸上競技場やプール、テニス場、そして野球場を併設した総合スタジアムとしてリニューアルオープンを果たした。全国中等学校優勝野球大会が、この前年に大阪府豊中村の豊中グラウンドで開催されたが、 主催者の大阪朝日新聞は大会の長期化による選手の参加費用がかかることを考慮に入れて会場の複数化を検討するように提案。その白羽の矢が立ったのがこのナルオ球場だった。1917年にグラウンドを2面設置することでこの大会を開催することが決定。グラウンドは競馬場の内側にある関係から常設のスタンドを取り付けられないため、 1> 第1グラウンドの内野に木造の仮設席を取り付けた。しかし大会を観戦するファンが年々増加する傾向にあり、とうとう第2グラウンドの一部にも設置され、試合によってはその仮設席を客席に観客を乗せたままという状態で大会役員が座席を担いで移動させるという光景まで見られたという。また、グラウンドの露出が非常に悪く、 雨が降るとしばらく使えなかったと言われている。こうした事情から、大阪朝日新聞はこれに代わる本格的な野球場を建設するように提案。また、阪神電鉄も近隣の向こう側の支流、枝川と猿川の埋め立て地に新球場を建設する計画を立てていたことから意見が一致。1924年に甲子園大運動場が完成し、鳴尾球場は廃止となった。 その後も敷地は競馬場として使用されていたが、戦中に川西航空機の飛行場となり、戦後には新中軍に接収された。接収解除後は日本住宅公団の手により浜甲子園団地として開発され、現在に至っている。浜辺の隣接地には、鳴尾浜公園という公園が整備されている。球場の正確な跡地ではないが、1993年に、 全国中等学校優勝野球大会開催の地という記念碑が建てられた。なお隣は浜甲子園運動公園となっており、一部が軟式専用の野球場となっている。後にできた阪神タイガースの2軍の本拠地である坂上なり、オバマ球場は1980年代に造成された埋め立て地の鳴ル浜にあり、2km ほど離れた別の場所にある。 ありがとうございます。